はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院復科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントエリアを腰痛で悩んでらっしゃるあんたにお届けできればと思います。はい、九州のですね、南部の方、宮崎、熊本だったりとか鹿児島ですねとかは結構雨がひどくてですね、氾濫とかしてるみたいなので、で梅雨前線かな、梅雨前線かもですね、結構滞ってるみたいなので、九州の方特にですね気をつけていただければと思います。はい、ってことで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、昨日の動画の続きですね、股関節の前側が痛いっていう方はお腹の筋肉である大腰筋とか腸骨筋の筋肉のせいで、痛みが出てますよってお話をしたと思います。で、実際にですね、緩め方っていうのは昨日お伝えしたんですけども、今日はその後にやってほしいストレッチっていうのをお伝えできればと思いますので、やっていければと思います。はい、そしたらですね、もう早速実際にやっていこうかなっていうふうに思うんですけども、まあお布団の上だったりとかヨガマットの上だったりとかにちょっと来ていただいて、はい、まあ右側ですね、こっちお腹やった方をまず軸にやっていきます。で、こっち側やった方は右側をですね後ろに引きます。こういうふうに。で、逆にこっち側をやった人は反対ですね、右足が前、左が後ろみたいな形ですね。なので、ケアした方の足をまず後ろにこういうふうに引いた状態ですね、引いた状態で構えます。で、その後ですね、右足を同じように前ですね、前で、こっから重心をですね、おへそをそのままこう引っ張られるイメージでこういうふうに倒していきます。ここで注意なのがですね、こう前にこういうふうに倒れてしまってあんまり意味がないので、おへそをそのままつままれるイメージでぐーっと、はい、こんな感じですね。ちょっと若干横から見せますけど、こうあったとしたら、これはダメですね。じゃなくて、おへそをそのまま、はい、こんな感じですね。という感じで、持っていくことによって、この辺りが伸びてくると思います。で、もう一個注意点がですね、この右足ですね、右足なんですけども、まあ、後ろに引いた足、のですね、靴下の状態というか、足裏がこうこっちだったりとか、逆にこう、なんだろう、内にこう倒れてしまっててはあんま意味がないので、しっかりとまっすぐですね、まっすぐその状態を確認してからこう伸ばすってことを意識してほしいかなというふうに思います。はい、なので今のですね、ストレッチっていうのを合わせていくと、まず後ろ足引いていただいて、足をまっすぐですね引いてもらいます。そのまま左足を出していただきます。で、出していただいたら、おへそを引っ張ってもらいながらぐーっと倒していく。そうするとおへそからですね、この太ももの前にかけて伸びてる感じっていうのがあると思いますので、このまま30秒ほどストレッチをかけていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10という感じですね。この状態で30秒していくことによって、さっきまで硬くなってた部分を伸ばすことができて、血流が改善して痛みが取れてくるっていうのがあります。はい、 OK。 で、これが終わったらですね、一回また立っていただいて、ちょっと歩くっていうのをしてみてください。それで、昨日の動画と重ねて効果が出るようであれば、このストレッチっていうのを、続けていただければと思います。はい、なので今日の話をまとめていくと、特に股関節の前が痛いという方は、このお腹の筋肉っていうのは硬くなっていることによって症状が出ている方が多いですので、ぜひ今のケアをやっていただいて、素敵なですね、生活っていうのを送っていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、こんな感じで痛みに対するヒントエリアをお届けしてますので、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。